まあ、フェイチューンとお醤油できるまでということでね、さっきねちょっと言い忘れちゃいましたけど、あの白っぽいもので、確か2ヶ月ちょっとぐらい、でこちらの目の前のこちらの方ので3ヶ月か、まあ、4ヶ月経ってないかなぐらいで、そちらのでも完全に1年過ぎてます。1年過ぎてはい、でまあこんな感じでね、というのをさっき言い忘れちゃいました。で、お醤油ができるまでどういうふうに作ってますかっていうと、まあ、スタートはね、さっきの原料ですね、大豆、小麦、塩、はい、あとお水と麹菌です。先ほどね、この中の菌はもう完結している、はい、増やす必要もないって言ったわけですけれども、麹菌だけはね、必ず増やしてもらったものを買っています。増やしていただいてるんですね。これだけはね、この後の麹作りの時に必要になるので、はい、必ず足します。まず初めにやることは大豆煮豆作りです。まあ家でやるのと一緒です。一晩水に浸してまん丸だったのがひょんと伸びてくるわけですよね。はい、その後煮込みます。これ言葉難しいんですけども、今でもこう使ってるんで、教科書の中では国語となっています。難しい言葉を読んでみようということでね。でこういうね、乗車煮込む時にはこれはね、圧力釜で煮ています。なので圧力釜でね、まあ、午前中1杯かけて煮込むんですけれども、量がね1回に1800キロあるんですね、はい、1800キロあるんで、上に吊ってあるこの桶を横倒しにして、その中でぐるんぐるん回してるような感じですね。上に入るぐらいのが1800キロです。そう、まあ、直径2メートルありますので、大体こんなものですね。でぐるぐるとしっかりと回しながら煮込んであげてということで、煮豆になってくるわけですね。で小麦は先ほど のお見せした通りの小麦、生小麦いって砕いてということでね、これもね1800キロ使います。同じ量使うんですね、大豆小麦は。で、まあ、しっかり砕くわけですけれども、その時になるべく殻を残す理由、それがこの次ですね、麹作りのためです。はい、ここでね、大豆と小麦を混ぜてそこに麹菌を振りまいていくんですね。その時に大豆だけでもしもね、作ろうとすると、もしくは大豆と小麦粉で作ろうとすると、大豆同士がねくっついて皮が外れてどんどん団子になっちゃうんですね。粒がなくなっちゃうんですよ。それでそれを防ぐためにどうするかっていうと、先ほどの小麦の殻が必要なんですね。ふすまってやり方をおっしゃいましたよね。あれが大豆の周りにベタベタベタってくっつくことで、一粒一粒を保護されるんですね。でその、ね、大豆の表面にこの麹菌がねベタベタベタってどんどんくっついて増えていくんですよ。だからその大豆をなるべく粒を残さないと麹菌の入る場所が減っちゃうんですよね。だからそのために小麦は殻のをなるべく残すように砕いて、で、ここで混ぜ込むと、そうするとね、大豆の中を空気もよく通るようになりますのでね、菌がよく入るようになるということで、なかなか一石何鳥かな感じでね、小麦は殻ごと入れるということをしています。で初日はただの煮豆状態なんですけれども、2日目になるとね、もう大豆の表面に入る煮豆の表面に入ってきた麹菌どんどん増えていきます。そうすると煮豆の水分抜けちゃってちょっとね乾いてくるんですね、中が。で3日目になるともうね、いっぱいにまで増えた麹菌、これがね胞子を出し始めるんですね。その胞子の色が緑色なんですね。なのでこのね胞子の色、緑色に、どんどん染め上がっていって、もう出す時には完全緑色です。それが麹作りですね。とにかく麹菌を増やすこと、これが大切なんですね。だからこの麹菌が増えない条件が1個だけ危ないのがあるんですね。納豆です。別の菌が、はい、納豆菌っていうのは麹菌と大体同じぐらいの温度帯で増えてしまって、納豆菌が増え始めると麹菌入らなくなっちゃう、はいはいはい、だから聞いたことあるんです、テレビから。そうなんですよ、麹菌を増やすこの作業をやってる人たちは納豆を食べます。あ、食べなかったけど大丈夫。ここのね、研究者のこのね、桶まで来ちゃった後っていうのはここはねもう関係ないんですよ、納豆菌は、はい、あくまでこの麹作りの時がダメなんですね、はい。なので、まあ、ただね、全員絶対食べないかっていうと、自分なんか食べちゃってます。はいはいはい、案内の方ですからね、品質管理なんで、この麹屋さんの方行きませんので、ただ食べると言っても、家で買って食べるのは一切なくなりました。はいはいはい、
食べるときは、まあ、回転寿司で目の前に通っていったら食べようかなとかそのくらいだけですね。まあ、そうやってねしっかり麹作り出来上がれば塩水と混ぜてドボドボドボっと桶の中に注いでいくときに名前が変わってもろみと言い換えるようになるんですね。なのでこの桶全部もろみと呼んでいます。まあ、こういうふうにねお醤油作りのもろみが出来上がるわけですね。であとは置いとくだけです。置いとくだけなんですけれども、やることはあります。混ぜることなんですね。やっぱりねこの中でね増える菌っていうのがあるわけです。この発酵熟成というのは菌が働いて美味しくしてくれるものですから、まあスタートで、出てくる菌は麹菌、先ほどの菌ですね。でもねあの麹菌は塩水と混ざった時点で塩分に弱いんでいなくなります。あ、はい、本人いなくなっちゃうんですね。本人いないけども麹菌が酵素っていうのをいっぱい作ってくれるんですよ。それがねあの大豆小麦の分解をスタートします。ここでね納豆菌が生えていると特にこの大豆のタンパク質を分解して旨味にしてくれる、これが行われないから美味しい醤油になりようがない、うん、ということでねあのとっても大事なのが麹菌、酵素をいっぱい出してくれるおかげで大豆は旨味に変えて小麦の中のでんぷんを糖にしてくれる、はい、ということをするんですね。こんなね糖になるとこの中にいる乳酸菌や酵母菌、これらが動き出すんですね。乳酸菌はあの今有名どころではヨーグルトですよね、はい、で、酵母菌、有名どころはアルコール、うん、まあ、日本酒もそうだしワインもそうだしアルコールを作ってくれるのと、あとパンです。あ、うん、パンはイーストって、はい、あのそういうふうに言いますけども、あれは酵母菌のことです。一緒ですね。はい、なのでここであのこの酵母菌が動くとできるものはアルコールとガス、香りの中ですね。だからこの中でねあのもっと暖かい時期に来るとポコンポコンと出ています。それらっていうのはもうこの酵母菌が出しているガスかなと。でそういうのが香りの方に関わってきますのでね、こう旨味、香り、まあ、この甘みで酸味、乳酸菌の酸味ですね。こういうのがねどん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 増えるからお醤油っていうのは美味しくなるんですよ。あの一時、はい、全然違うんですけど、はい、カスピカヨーグルトとかって、はい、あれもこの乳酸菌の、はい、あれってなんか牛乳、そこにまた牛乳を入れるとどんどんできるじゃないですか、うんうんうん、それのと同じことなのかな。まあ、あのここの中にいる菌は、うん、まあ、何年前からいるかわからない、ずっと継ぎ足すというか勝手に入ってくるんで、そういう菌がここでどんどん増えています。だからうちの会社では足してないです。勝手に増えていく。まあ、ただねこれで必要なことは混ぜることになるんですね、うん、発酵熟成中やることは混ぜるだけ、まあ、大体 2,3 週間にいっぺん混ぜるかなぐらいなんですけども、混ぜ残しがあったりあのかき混ぜるの忘れちゃったよっていうおけが1本あってな、もう半年も経っちゃったら腐っちゃいますのでね、ちゃんと記録を取ってこれは混ぜたかどうかを確認しながらやります。でだんだんとね発酵熟成進んでいくとあのこう色がついてくるのがねもう見た感じでわかるかと思うんですけども、これねどのくらい発酵熟成させるのということになるんですけども、一番短いのが先ほど向こうで埼玉県産大豆小麦の学校給食用の醤油、あれが1年間です。で1年間やればね大体旨味とか揃うんですよ。美味しさとしてはバランス揃うんですね。なのでまあ1年間やって、で2年やるお醤油とかね最大3年まであるんですけども、まあそういうね長くやるものに関しては、まあ、このね、長くやることで、旨味も多少増えたりとか、あとね雑味がいろいろ出てくるんですよ。そうすると、まあ、味のバランスが、まあ、香りとかのバランスが良くなってくるのもあるし、あとねしょっぱさもねちょっと感じづらくなったりとか、結構ね全体で美味しい醤油だよね、特徴ある醤油だよねって言われるのはやっぱ長期熟成のお醤油になってきますね。そうやってね、旨味だけじゃないいろんな味がするまでを見ていると、うちの場合2年間発酵熟成させたりするわけですね。ただ長く発酵熟成させればさせるほどあの進んでしまうのが色です。大体ねあの色の薄い、もう初めのね入れた時にはもちろん色ついてないですからね、1年経つとねこの16番ぐらいまで色きちゃうんですね。
でここで絞れば、まあ、ここからちょっと色が濃くなってここら辺で終わるんですけれども、2年間発酵熟成させるとこっちの端っこまでいっちゃうんですね、はい、で、まあ、この二夏金兵衛醤油っていうなんかはちょっとね色が濃いめなお醤油にはなってしまいます。まあでもね、料理ってそのまんまお醤油だけで作りませんからね、他のを混ぜることで、まあ、たあの色としてはバランスよく使えるのかなと思っています。ただね、3年かあの発酵熟成させる再仕込み醤油だけはちょっと別のものという話はよくしていますね、はい、これね作り方が違うんですよ。お醤油って種類がね5種類あるんですね。これね、この全部お話しするとちょっと時間が長くなっちゃうんでね、それこそ1時間バージョンからともかくってことで、ちょっとね短めに話すると、一番古くってお味噌に近いお醤油、もともとねお醤油っていうのは、まあ、中国からお味噌が伝わってきて、でそのね関西地方でお味噌作りしている人たちの中の、特にね豆味噌、大豆中心で作っている人たちの中で、まあ溜まってくる液体美味しいよねっていうところからがお醤油作りのスタートらしいんですよね。でそれがね今でも残っていて、それが溜まり醤油なんですよ。一番古い作り方のお醤油です。はい、ほぼ大豆で作ってますので、ここ発酵熟成して最後のところ味噌っぽいよねって見た目で思って、でこれを舐めると味噌っぽいんですよ。大豆自体そのペーストで残ってますからね、だからでこれ絞ったよりはお醤油になるんですけども、ここで食べると、まあ、お味噌からこう歴史来てるよねがはっきり分かります。逆に新しいのを舐めるとしょっぱいだけなんで旨味は何もないです。だから発酵して最低1年間というのはそういうのを見てもね分かるんですね。でそんなすいません話がずれちゃいましたけども、濃い口醤油がその後生まれてきて、その時に大豆小麦が半々になったと。でこのね濃い口醤油の発展系が再仕込み醤油なんですね。大豆小麦を倍使うってどういうことかっていうと、これはね先ほどここ絞ればお醤油になるんですよって言って、はい、まあ、表にあった醤油の絞りかす、その時に生醤油が出てくるんです、はい、でその生醤油もう一回桶に戻すのが再仕込み醤油です。もう一回大豆小麦で麹を作って塩水じゃなくて生醤油なんか入れちゃう、それが再仕込み醤油なんですね。出来上がってるお醤油にさらにうまみを足してるんで、だから味わいとしては一番うまみが強いお醤油になります。まあ、そういうね再仕込み醤油、このね発酵熟成のこの色の話でいうと、1回目でもう2年間発酵熟成させちゃってるんですね。で2回目でさらに発酵熟成させちゃうんで1プラス1年ですね。ここら辺なんですね色としては。だから、まあ、先ほどね濃い口醤油ぐらいだと色を他のものとね混ぜればねっていうけど、これはちょっと濃いめですね。じゃあどういうの使うのがおすすめって言われると、刺身醤油がまずスタートで、濃いですよ、もうね、そうこう食べてみると、ね、うまみが濃くって美味しく食べれます、まあ、そういうのとかね、あとは、まあ、その料理の色気にしなければいろんなものの隠し味として、使ってもらえるとありがたいかな。結構うちの場合ラベルとかにもねいろいろ書いてありますのでね、そういうのも見ながら使ってもらえればいいなと思っています。まあ、旨味は濃いけど色の濃いお醤油もあるわけですね。でそういうね発酵熟成が終わればお醤油絞り、これね先ほど外にあったこれですよね、はい、醤油の絞りかすがあるわけですけれども、これを出すためには一回大きな布を置いて、で、もろみをダバッとバケツ2杯ぐらいかけて、で四隅きれいに折りたたんで、また上から大きな布を置いてというのを繰り返すこと300回、でこうね、こういうクリームの筒が真後ろにあります。窓の向こう側にあるんですね。あれの中に座布団を積み重ねるように300枚積み重ねていくと、まあ、上の方まで来るわけです、はい、でその状態で、1日目はね自重そのものの重さでタラタラタラとこぼれてくるんですけども、で2日目になるともうそれ止まりますからね、油圧プレスをかけていきます。表にあったのペランペランでしたよね、あれはねここで40トン3日目に300トンのプレスをかけているから、だからあんだけペランペランになっちゃうんですね。で出てきたものが生醤油ということで、その生醤油は火入れと、こちらのね今鍋の絵になってますけども、実際今機械でしっかりと熱を正確に推移できるようにしています、
で、あのここでね、熱を加えると中にいた菌は全部殺菌されます。殺菌されるとともに香りが立つんですね。香りが変わります。生しょうゆの香りから濃口しょうゆの香りに変わっていくんですね。でそういうのがねあって、最終的にはね120度10秒間キープということで、まあほぼほぼ殺菌されて綺麗になったものをろ過、ゴミ取りをしてあげて充填して皆さん元に届けられるというのがお醤油作りになってくるんですね。生醤油で、はい、その売ってるやつとかもあるんですか？一品だけですね。再仕込み醤油だけが生醤油です。あの再仕込み醤油だけはあの数量限定で作っているので、はいはい、あのここの火入れを飛ばして圧搾からろ過に移動するんですね。でろ過のところでなるべくほとんどの菌を取るようにゆっくりと流していくんです。まあ、そうすることであの瓶に詰めた後に再発酵しないようにやってるんですね。全ての醤油生醤油で出せるかっていうとそこまでちょっと手がかけられない、ね、火入れしなくてもろ過で残ってる菌が全部なくなる、はい、まあ、ほぼほぼゼロにはならないですね。ああ、はい、だから菌が少なければあの再発酵って中ではねあのプシャーっていうことはないので、ああ、なるほど、うん、そこら辺を、まあ、なるべく菌を取り除くようにろ過をしてということを行ってますね、はい。でしっかりとね出来上がれば、まあ、瓶なんあのお醤油なんかはここでもう売るだけなんですけども、まあ、だしの素っていうめんつゆですとかごまのドレッシングとか、はい、あとおせんべいとかになると、うん、他の工場であの一度ねあの中身をあの加工してもらって、それであのうちの会社で売らせてもらうということを行うものもあります。うちのお醤油持っていくわけです、はい、もうタンクローリーとかそういうものでね、で加工してもらうと。ただね、他にもありまして、辛いお醤油、酸っぱいお醤油、甘いお醤油、まあ、こういうのもありますので、こういうのはうちの会社の中で。あれ、私これ見たこと。あ、あります？そういう卵かけ。そうなんですよ。こういうのもね、はい、あの、この会社でね、出しているものですね。この会社の中でもうね、加工して、あの、作ってしまうと。で、一番新しいのはね、金兵衛パウダー醤油です。粉末の醤油ですね。まあね、粉末にしちゃってるということで、まあ、お塩みたいな感じで使ってもらえればいいんですけども、ちょっと水分吸いやすいんで、うん、中にねでんぷんの分解物っていうのも入ってたりするんで、あんまりねあの中途半端な水分だとちょっとあの固まってしまう感じがありますので、ね、なかなか難しいんですけども、まあ、お刺身とかでパンパンパンそのままパクとかで言うと結構おいしく食べれるような、まあ、塩分自体はね普通のお塩が100にしたらこれ17ぐらいだから、あのほどほどにしかしょっぱくはないんでね、うん、あの美味しいかなと思います。で、まあ、こういうね商品とかを本当だったらあのそれこそコロナの、ね、時期でなければねいろいろ味見とかできるようにはねしてあったんですけど、ちょっと今はねそういうのをやるのを中止しちゃってますね、うんうん。まあ、ただあのレッサンの中ではあの味見してもいいよって、あの横に味付け用として置いてあるんですけど、実は味見してもいいよっていう、うん、見学の人にみんなに言っちゃってるんですけども、まあ、横のところに小皿を置いてあって、金兵衛醤油これ2年のお醤油ですね。まあ、原醤油なんかはうちの会社では原醤油がお醤油なんか一番売れています。で、あと再仕込み醤油、この2年と3年のお醤油の味の差を見たいとかね、あと唐辛子醤油ってどのくらい辛いのとかね、そういうのでね、確かねここら辺が置いてあります。まあ、こういうのはね味見してもいいですよということで置かせてもらってますね。もう本当にね、コロナさえ終わってくれればうちもいろいろ本気出せるんですけどね。なかなかまだまだね、難しいねご時世なんで、